大下少女とは家内を清め、六根少女とは小麦粉の体を清めたるがいい、心底の深いことは次第界に戻る、精神のもとし、ことにあくわめの仏像を濡らすものとし、ことをたらばみなすべからくし、召し詰まることを聞かさせるべし、これはすなわち六根少女なり、六根少女なるがいに、ごとうの神君は安寧なり、ごとうの神君は安寧なるがいに、天地の神と同根なり、天地の神と同根なるがいに、万物の霊と同体なり、この上に大将の神に、降臨せしめたまえ。下少女、少女、大下少女、六根少女、天正常寺正常内下正常六根正常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 。